メスドンイコールシュルセーブルは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。県における、メスドンイコールシュルセーブルの位置、メスドンイコールシュルセーブルは、ビニョーブル・ナンテ地方に位置する。メーヌ・川谷とセーブル・ナンテーズ・川谷の中間にあり、南東の南東 20km、クリソンの西 8km にある。地質学的には、メスドンイコールシュルセーブルは、 加工岩室が支配的なテロワールである。地名にもかかわらず、町はメーヌ川と1 5トルしか離れていないのに、セーブルナンテーズ川とは5トル離れている。メゾデンは、かつてメゾデン、メゾデン、メイドニウムと綴られた。ラテン語メイドニウムは、高さを意味する。セーブルナンテーズ川とメーヌ川に挟まれた位置から、コミューンの土地は新石器時代から人が定住していた。 ことを、ここで発見された、発掘物である斧、の矢が証明している。バンボワール集落近くでは、ガロローマ時代の紛糾墓石が見つかっている。ベルツ修道院に併合された、小修道院は、11世紀に建てられている。メスドンは、ブルターニュとポワトゥにまたがる、辺境地帯の一部だった。フランス革命後、この教区は、バンデ戦争の影響を受けた。 1791年、先生司祭が到着すると同時に、最初の暴動が起きた。先生司祭は、自分の教区民から追い出された。その後、1793年2月23日、国民公会が決めた、国民開閉法令である30万人母兵令で、地域の他の多くの小教区のように、メスドンは、募集に応じなかった。同年3月10日、放棄が始まった。 カトリック王党軍のボンシャン公爵配下のリロドラ・パトゥイレールが指揮したメスドン師団の存在がある。革命時代とバンデ戦争の後、1794年に地獄部隊によって教会と200軒の住宅が焼かれてしまった。多くの民間人犠牲者が出たことが報告されている。メスドンイコールシュルセーブルでは、いくつかの王党派の放棄が決行された。 1815年の放棄はイギリス軍が指揮した。1828年と1832年の放棄は王位継承者シャンボール博の母ベリー公爵夫人が主導した。ルイ・フィリップ王を廃位するため西部に人を動員しようとし、公爵夫人はなんとで逮捕された。19世紀は再建の時代だった。教会が修復され、町は徐々に再建されていった。 1851年から1852年にかけ、コミューン庁舎と学校が建設された。19世紀終わりには、フィローキセラ流行で、ワイン生産が荒廃した。ワイン生産が優勢だった、この町において、困難の時代だった。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カジニー、2004年以降 INSEE、メスドンイコールシュルセーブルでは、 現在も、ぶどう栽培が行われており、生産されるミュースカでは、ミュースカデセーブル MN として、多く登録されている。ありがとうございます。